はいひとつきまさし水ですいやーもうカルト国家日本っていう感じでねあの統一協会これがあの今回明るみに出てしまいましたしかしあの残念ながら選挙中に分かるということはなかったんですよねあの安倍晋三さんがツトーンってもう打たれて まあ,あれ8日7月の8日なんでもう17日経ってしまったんですけどもなぜかあの選挙の最中はですね、えー、とある特定の宗教団体とある特定の宗教団体とある特定の宗教団体という報じからされて、えー、選挙が終わった途端うん統一教会ですってうふうに出てきてなんやねんそれっていうもうなんかさすがにやばいなというふうに思ったんですが今日はですね 残念ながら前回の参院選挙では落ちてしまったんですけども、うん、ねあの票を一人で11万票も取った、うん、八幡愛さんこちらにねあのちょっと今さんがインタビューをしてあの、うん、いろいろね聞いてもらいましたっていうのもですね今さん、うん、八幡愛さん、うん、統一教会ネタで、うん、めちゃくちゃツイートで吠えております。はいえー、まずですねあの 八幡、えー、愛さん家族が破綻するまで献金させる宗教で、えーえー、はない厳しく家族が破綻するまで献金させるなんて宗教ではない厳しく事実関係を追求すべきだと与党になぜ言えないのか自らの支持母体にやましい点がなければ堂々と指摘するべき海外では統一教会は摘発対象にもなっているのに日本は当事者である自民党もだんまり気持ち悪すぎるこれはですね公明党の山口代表がですね、えー、政治と宗教の関係について聞かれたときに コメントは控えさせていただきたいと思います。っていうふうにこう言った記事なんですよね。これ、コンさんどう思いますかめちゃくちゃ私皮肉が効いてていいと思うんですけど。<laughs> <laughs> だって創価学会やんけ、お前っていうね、公明党は。あんまりってやつなんだよ。いやー、うーん。あの、せめて山口、公明党山口代表もですね、うん、あの、キリスト教なんて邪教、ね、キリスト教の から発生した邪教が流行っているやはり池田大作先生がねあ、うん、あのさあのさ広げたこの仏教の教え我が党が与党になった暁には自民党と統一教会を駆逐いたします秀吉もびっくりのキ起立と共和をやりますみたいなことを言ってくれたら面白かったのに <laughs> そう言わんかったよねまあねだから統一教会を叩くということは、うん、いずれ自分のあ支持母体であるね あのー、創価学会まで火の粉が飛んでくる。分、うん、かってるから、あんまり濃くしかないわけだよね。うん、いやで、これはね統一教会とか総学会とかだけじゃないんですよ。ま例えば立証構成会とかね。あるいは手かざしやってるような。マネカリとかさいろんなあの団体に問題はあるんです。うん,うん、うん、それ献金だけの問題じゃないです。うんうん、やっぱり信者の獲得に関しても洗脳的なことをやってたりとか。うん ね、やっぱり細かいこと言っちゃうとものすごい問題がいっぱいあるわけですよ、はいうん、だからこういう宗教にある一定の距離をはっきりと保つあの言葉を言う,言うか言わないかで政治的に政治家としての価値がやっぱり変わってきてくるで八幡さんははっきりと政治との距離についてツイートしてるわけ。うん、なぜか令和は どんなあの大きな組織も一つも持ってない、質疑母体というのを持ってないから、うん、立候補者個人の魅力でしか勝てないんですよ。で勝ち、勝ってきたんですよ、うん、令和は。ものすごく王道言ってますよ。うん、ザ,、ね、そうザ民主主義ですよ、うんうん、令和はで片方で自民党の,、ね、あ,のある大義士は。 あの選挙負けそうな候補に関しては、自民党の派閥の中から統一教会が応援する票を割り当てているっていうふうに青山茂春さん言っちゃったよ、ね、うん、言っちゃった。認めてるやん、うん、そんなんで受かってええんですかって話をね。いやよくねえだろ、どう考えても。そうよ、見返りはないですからって。うん 清水さんのところにね、あのすごい美女たちが寄ってきてさ、はあ、見返りはいりませんと、はあね、あお掃除しますとかさ、うんね、あ清水さん、お買い物行ってきます、ご飯作りますっいね、どんどんどん,どんこう集まってくるわけですよ。キモいよ <laughs>、うん、それが美女たちばかりでさ、しかもさ。<laughs> うん、たださ、なんか恐ろしいでしょ、し逆に、うんうんで。実際にあ,ありがとう、ありがとうとか言ってる間に、 なんかもう締さんの生活は目こそに壊れていくんですよいやでありがとうありがとうって言ってもうすっかりとその人たち抜きには、うん、あのもうダメになっちゃってしまうわけですよね、うん、でそうだんだりも人って言ったんだからねぜひうちの競技をちょっと一月満冊で紹介してくれませんか、うん、分鮮明様の本は素晴らしいですよ 朝鮮半島は弾痕で、えー、日本列島は女性機なんですよっていう教えを広めてくれませんかとかって言われてたらもう逆らいようがなくなっちゃうみたいな。そうだよよいいいこれはやばいべああで八幡さんは他にもねあのツイートしてて「うん、容疑者の母が旧統一教会が批判され迷惑をかけ申し訳ない」とコメントした件。 息子にごめんと言えず、うん、まずは団体に謝る状態が報道され胸が痛い何度でも言うが、えー、本人や家族が崩壊させるまで献金させる団体は宗教ではないあげらかに宗教活動から逸脱しており反社だ、うんえー、政治とおの癒着も徹底追及すべき、うん、っていうふうに言ってるんですよね、うん、まあまあまああのこれねまずこうやって単価切れるかどうかっていうことが今はすごい重要だと思うけどねうん、うん、まず踏み絵だよね、うん、今回。 うん、でまああの別の動画で細かく言いましたけども東京地裁がですね、うん、この、うん、妻がこっそり一億円を献金裁判所が認定した統一教会の不法行為っていうものもあってですねうん、うん、これ裁判所も不法行為だって言ってるわけだよ。うんだからねえあの統一教会のやっぱ信者たちによる。 え底上げ、うん、まあ、厚底ブーツみたいなね、選挙運動がないと、勝てなかった人たちは今、戦々恐々としてるいやしてるだろうね。マイク向けられたら、だってどうにも何も言えないもん。コメントは控え。観光例も敷いてると思うよ、安倍派なんか特に。いや、そりゃそうだろうね、知、うんうん、<laughs> いてるでしょう、そりゃ。安倍派の4割が、だって統一教会絡みなんだもん。うん 安倍派の4割が統一教会、それま統一教会派って言ったほうがいいんじゃないのう,うん、まあまあ、もう、そんなんあるの。統一教会派って言ったほうがいいぐらい。カ、うん、ルト派とか言っとけや、彼らが自民党の中では主流派だからね、うん、っ言っとくけど、最大派閥なので。いやー、これねー、うん、まあ,あとはね、そこどもん。 の問題子ども庁から子ども家庭庁に名称変更すると報じられた時家庭に対する執着に気持ち悪さを感じた家庭という名称に対してねそれは私自身の家庭環境に問題があったからで保守的には普通なのかと疑問に思っていたけどまさか統一協会現世界平和統一家庭連合の家庭だったとはこれは保守こそ恐るべき <laughs> 起こるべきだとそ,そ,うでしょうその通りですあの 何度何さっきもね、ちょっと冗談めかして言いましたけども、うん、統一教会はあの朝鮮半島が弾痕で、うんえ、日本列島が女性器で、日本列島はアダムとイブのイブ国家で、え本来の夫、うん、本年の夫である韓国のアダム国家にすべてを捧げるために世界経,あの経済の中で経済発展をしたんだっていうのを、協議にしてるんだよ、うんうん、これ、私が今言った下ネタじゃないよ、うん、そのまま言うてんねんて。 文が書いておりますよ文宣名統一教会創始者ですよ。そういうところが、うん、いやこれウルトラ下目線ですよね、うん、日本のこと。うん、で挙句の果てにすさ<う>まじい男尊女卑。そう。それ普通右翼が起こらないとダメじゃねこれ これは完全にさ全近代における家父調整そのものだよねと通り夫に妻は従いなさい、うんでえー、子供は親に従いなさいっていう、うん、完全な家庭社会で、うん、その家父調整の中でも村があったらあの村の中に A さん B さん C さん D さんっていう家庭があったその家それぞれはお父さん 府長がね、ね、うん、課長が治めるんだけども、その村の連合体は村長さんの、うんえー、府長家父長制だから、課長が治めて、そこに逆らうな、うんえー、世界という国の中で、東アジアという地域があったら、うん、日本っていうのは、その東アジア村の中の、えー、韓国の村長さんが治めているところの下の国であると。うん、だからもう、これでうちょっともう、<laughs> わけが分かんないん。わわけけがかんんないだどあの ういうのを、はあ、うん、まあ、霊感商法とかやってなかったら、変なともあるなで、うん、私は思いますよ、思うけど。うん。右、うん、右翼の皆さん怒んないのかな。うん。だから国際諸共連合と、右翼は昔仲良かったけどね。うん<ー>。だから、分かってなかったんですよ。いいよあの、反響であれば、良かったんですよ。うん。うん。まあ、とりあえず、共産主義。 ふざけんなーって言ってたら、まあよかったと、うん、そうだから岸信介は笹川良一に紹介されたって言ってるから、あの統一教会の若手の人たちに、原理権にも紹介されて、うんうん、原理権から、まあ、国際リング連合を生んだわけですよね、うん。で、これ、やっぱね、あの右翼の人が矢作さんが言ってるとおり、なんで怒るべきなのかっていうのは。うん 「うん、家庭」っていう言葉が彼らが使う時の「家庭」っていうイメージは「本んわかした家庭」じゃないんですよ。うんあの私がお父さで長男の嫁はものだ、うん、次男はものだその次男の嫁はものいか、うん、みたいなそういう感覚の家庭だよ。そうよでそういう家庭にいると子供はどうなるかっていうとですねもう ものの以以下下さらに以下だから,だから子ども家庭庁っていう名前にこだわったって考えると、うんうん、あのとりあえず子ども家庭庁子ども庁が子ども家庭庁に変わりましたけどあれはですねもう「サタン庁」とか「悪魔庁」とかっていう名前の方がわかりやすいんじゃないか、うん、これ権さん。分かりやすい。うん、子供地獄で確かに、うん、<laughs> いや言ってたよ実際にあ家庭をぶっ込まれた後に。うん 子供庁で進めてきた人たちは、なんで家庭を売れるんだと、家庭イコール地獄じゃないかと、供地獄庁という名前になったんだなっていう、しかもその自民党の議論というのが去年の12月にあって、山谷恵理子さんがまず反対した、でその党の、なんだろう、あの当ど小さなグループなのよ、実は。で、そのグループを取りまとめてたのは加藤博信なんでね。 でもう一個、課税の問題があるんですよね。えっ、ー、と、八幡、うん、さんが統一教会の問題で宗教法人も企業のように課税すべきだという極端な意見が散見されるが、私はそれには反対。宗教法人で財政豊かな団体はごく一部であり、大,た大部分は苦しい中維持している。うん、っていうふうにね、こう書いているんですよ。で、だから建物や文化財の維持管理も大変な中で課税などしたら大変なことになる。っていうふうに、あの、あるんですけども、これね、 あのー、いい方法が1個あります。うん、あの実はですねほとんどの人起業していないので知らないと思うんですけども、うん、あの中小企企業業と大企業で税率違うんですかつまあこれいろんな基準があるんだけど資本金1億円以下の,あの中小企業だとですね、うん、あの実は法人税が少し安くなったりするんです800万円の収入までは。 うん、だから例えばその宗教法人が出している利益の800万円以下は完全に無税にしますとでそれよりも上はちゃんと課税させてくださいっていうふうにやったら儲かってない中あの、えー、と宗教法人は、えー、利益出ないけども、うん、課税しなくていいけどもその次に儲かっているところはちゃんと課税できるのと次に、うん、これ国税庁の監視団体になるからね。 脱税してた、うん、乗り込めるんですよ。で、その時に、うん、あのー、これね、国税庁って怖いんだよ。儲かってると3年に1回やってくるんだよ、皆さん。で、その時に、明人 <laughs> あれで帳簿チェックされるんだよ、もうって。だったらもう統一協会なんて、もう3年に1回帳簿チェックされたら、それが裏で国、警視庁と繋がって、ここに何々さんお伏せ、うん、あの、領収書5000万円とかっていうふうにやったら、これ連携してかなり取り締まれるじゃん。 とか含めて、うん、八幡さんはね、うん、これだけ統一教会に関して吠えているんで、うん、あのぜひ次、もっと頑張ってほしいね、今回は。うん、あの参院選よりも票は取れたけども。ね、うん、あのというわけで、えー、いろんな選挙の現場として、八幡さん、今回も100年に一度の選挙の現場ですよ。どんなふうなことをね実感として感じたのか、うん、ぜひ、ね、見てほしいなというふうに思っていますそれででははスタターイーートいフリライのす。 えー、今日はですね、もう参院選から二週間が経ち、えー。一生懸命大阪選挙区で、あの、出馬されていた。けども、残念ながら落ちてしまった矢田さんに、えー。またインタビューさせていただこうと思います。矢田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。応援ありがとうございました。はい。はい、あの、本当にね、あの、毎日毎日すごい大変な日々だったと思うんですよ。選挙戦の時に。うん、はい。でね、投開票日の直前になって、やっぱ安倍総理が。 あの襲われてしまい、どうしてもそっちに引きずられる形も、はい、多分空気としてあったと思うんですけど、参院選が終わってもその話がこの2週間続いてて、本当に僕はうつうつとしていましたけれど、僕の中のね、救いとしては、投開票日の中でずっと見ててですねあの、僕の周りの友達集めて、マンションの中で見てたんですよ、本当に、ずっとどう,などうなるだろう、どうなるだろうっていうふうに見てて。 で終わった後にね、あの大さんがあのだるまの後ろに、諦めが悪いっていうふうに書いてあって、あ,のありがたいって僕は思って、はい、ここでへこたれずに、もう次はとも気持ち変えてやってくれたことが、本当になんていうのかの、の救われるような思いがしましまたよんか、あの投開票日の時に、うんの、自分の身内、まあ、母親とか弟とか、うん、あと報道のカメラがあ一時、うん、入ってたので、岸さ、うんキスンとかいて、うん、まあ、一応、その、 まあ、配線の弁みたいなのを語らないといけなくてですね。で、まあ、テレビを置いて見てたんですけど、よし、今から、え、開票だって言った瞬間に、もう速報で現職4人が当角って出ちゃって、まあ、いわゆるゼロ打ちですね。うんでまあ まあ私ももちろんですけども、まあ立憲も立ってたし、な、うん何なら共産党の辰巳孝太郎さんっていうのは前回一度負けても今回こそはってい思いがあって、うん、まあそのあたりで割とこうね、野党をなんとかしないといけないっていうふうに、私の周りでは少なくともなってたので、うん、なんか、ええー、っていう、ちょっとその衝撃とやっぱショックっていうのはやっぱありましたけども、うん、なんかこう人間ってやっぱりこう、 あまりにも悔しすぎると、カーンとするというか、うん <laughs> あ、あぜんとする、悔し涙も出てこないみたいな、うん、まあもちろんね、母親とか、あと支えてくださったボランティアさんに対しての申し訳ないなって思いとか、うん、まあそういった涙っていうのは出てくるんですけど、うん、こうやってきたのにクソみたいなのにまだ至らなかったから、うん、いやいや、これはまだまだもう行くしかないやろっていう、まあ、もしかしたら見る人から見たら開き直りって思うかもしれないけど、うんうん、でもやっぱそれぐらい、 いやもうこんなんでへこたれてる場合じゃないでっていうのはもう瞬時にねあの、ゴンさんおっしゃったみたいに切り替わりましたね、自分の中で。僕がね、やっぱりあの気持ちの上で支持してたから、余計にね、それがすごく、なんていうかな、愛さんが倒れないでほしいっていう思いもあったんで、はい、あのいや、本当にあの今回の選挙って、あの女性候補者への、まあ、セクハラまがいなど接近とかね <laughs> あの、報じられたし。 みんなイラストの応援とかすごい可愛いイラストとか書いてくれたけど、はい、中にはねあのそれに、まあ、いろいろ文句言ってくれる人もいたりとか、うんまあ、なんかすごいトラブルが毎日何らかしか起こるっていうねだから本筋でない政策論争でない部分でのところが起きてたんで、うん、ものすごい気疲かれしてただろうなっていうふうな、ん、心配をしてましたよ。 はい、あ,うん、ありがとうございます。本当に。まあ、そうですね。うん、なんか、こう、もう本当に自分が、えー、と手を挙げて実際やってみて、うん、ああ、これじゃなかなか女性政治家、しかも若い女性政治家っていうのは増えないなってやっぱ思いましたね。うんうん、あの、いろんなことに対しての風当たりが強すぎるし、うん、うん、なんかすごくこう、まずはこう、 なんだろう、上から目線で見られるし、うん、そういうセクハラー的なことも日常にあるし、うん、やっぱどこかでこう、あのー、まあ、人生経験浅いくせにとか、結婚もしていくせにとか、<ー>子供も産んでないくせにとかっていうふうなことを、普通に街頭とかで言われるので、<ー>まあでもそれはね、いやいやとしか言いようがないんで、 うんまあ、でもそこはもう仕方ないですよねって、うん、思いながら、まあ、その時はねその、そんな世の中を変えていかないとダメなんですけど、そこでいちいち傷ついてる場合でもないので、うん、はいはいみたいな感じで。タフにならなきゃいけなくなっちゃうんですよね。はい、そうですね。だからまあ、私は割と打たれ強い、まあ、打たれ弱いところもあるんですけど、基本的にはあの慣れてるので、あのさらっと流せるんですが、やっぱりそれが苦手な候補者もいると思うので、うん、そこっていうのは、 やっぱねこの女性の政治家を増やさないといけないとか言いながら、うん、あのなかなかそういう対策であったりとか、みんなの、ねうん、意識が変わっていかないというところはあるななんて、うん、改めて思いましたけどね今回の参院選では、まあ、女性議員がちょっとだけ増えたんですよね、全体数の中で。で,ねはい、でもまだ2割もいってないんで、あのまだまだあの増やしたいとは、あの増やさないとまずいんですよ、女性とあと子供の政策って先送りするんで、そうそうこのままいっちゃうとね。うんそうそう 国会の中っていうのは、世の中の縮図なんですよね、結局、国会議員見たら、もう世の中の誰が牛耳ってるかとか、うん、誰が権力持ってるかっていうのが分かってしまうっていう、うん、やっぱこう年配の男性の方が圧倒的に多いっていうところで、本当、その国会の中変えないことには、うん、なかなか世の中には波及していかないよっていうのはすごく思いますね。 でもですね。僕はその今回はあの参院選は前回の衆院選の比例に比べるとかなり値表っていうのが集まってきたなっていう実感があります。で、これは数値ですぐ分かりますね。あの今、左側にえっと今回、えっ、ーと,えー、と前回の、えー、比例の時にどうなったかっていうのを映してます。まあ、大石さんが受かった時ですね。比例でね。 で比例順位が6番目だったんですよね、当時。はいそうですね、はいそう、比例にあの令和の令和の票が29万票あったんですよ。うんで、1議席獲得したんですけども、実は今回は、やがて単独で11万票取ってるんですよね、1万票、ね、大阪府内で、そうなんですよ、これはかなりの躍進なんですよ、実は。ありがとうございます。ん だからもちろん選挙区だから大阪の人しか投票できないっていうのはね、はい、まあ,あるけれども、それでもかなり今回は前回に比べるとあの躍進してるんですよ。はい、ただ、この大阪選挙区っていうのは本当に、あのなんていうんだろう、まあ、例えば高木かおりさん維新の人だと86万票、松川瑠唯さんで72万票。はい 浅田さん,うん、うん、維新の人で59万票という形でだから今11万票持っててもあと5倍ぐらい増やさないと、うん、4枠に入っていけないっていう激戦区なんですよね。はいうん、うでこれをね皆さん分かってほしいと思うんですよ。あのうん、正直維新もね公、まあ、明も自民も後ろ盾があるわけですよ。<laughs> ね。いろんな宗教団体であったりとか。 まああマシンっていうものがあるんですよ、ね、<laughs> で最近になってね明るみになってきましたけどねやっぱり釣り取ったんかいっていうでしかも大阪選挙区で立てられてた候補者の中にもやっぱりそういう勢力があったらしいので、うんまあ、そうじゃないとあんな異常な数集まらんよなとかも思ってみたりとかでもでもまあやっぱり支持されているそれなりの、うん。 基礎票というか、支持、うん、固めというのをしっかりとあの維新も自民も公明ともされているので、うんまあ、そういうのがない中、ようこうだなって思ってもらえると、だからこういうね、言ってみれば、そのまあ、自分の票というよりは組織票ですよ。で、4人固めているところに、はい、あの令和八幡愛が風向きを変えて、 食い込んでいける時代を作った方が、僕は民主的だと思います。はい。ありがとうございます。そう、これはすごく大事なことなんだけれども。あの、多くの方は、その議員と、その。まあ、例えば特定の、あの衆生団体とか、まあ、はい、そういうことが問題だっていう。もちろん、その政教分離的には問題なんだけど。うん、選挙で如実に現れてしまうということが恐ろしいわけですよね。うん、そうですね。もちろんね、えっ、ー、と、じゃあ、衆票マシンに頼らないで。 えやっていかざるをとい,い,いうもまも、まあ、そんなもん頼らないよっていうのが令和だから、あの、はい、あとまあ3年後にもし出るとして、八幡さんが、はい、この3年間にこの敗因を分析し、勝てる戦略を作っていこうっていうときに、今の時点で、えー、と愛さんが考えていることってなんだろうなっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど。うん、あああああそうですね、うん、ままあ、とりあえず、まああのー えっと先日ですね、えー、山本太郎代表が大阪に入って支持者向けのおしゃべり会っていうのを開催したんですけどその中で矢田、えー、さんこれからどうするんですかみたいな質問があって、うんでまあ、代表的にはもう一回また国政にチャレンジをしてほしいっていうのはその時に言ってもらって、うん、でただその参位なのか衆院なのかどうなのかっていうことは一旦横に置いといてっていう話をされていたので、うん、まあその。 うん、3年後にその、うん、絶対もう一回参院選挙をやりますっていうような感じのことでもないんですけど、うん、まあただ、それにしても、やはりその大阪で活動をしてきているので、このまま引き続きやっていきたいですっていう旨は伝えているので、うん、まあその大阪でやっていく中で、戦い方って言ったら、衆議院選挙と参議院選挙とは違うんですけども。うんうんうん まずは、令和としては、あのー、来年、統一、うんえー、地方選っていうものがあります。うん、で、統一地方選で、やはりその地元固めっていうことをしっかりとしていかないといけないよねっていう考え方にシフトしたので、うんまあ、そこで私が手伝えることは、えー、手伝いたいと思っていて、うん、で、決してこれは、あのー、なんだろう、自分の選挙のためにやるっていうわけではなく、うんうん、私自身は、その大阪もやるし、兵庫も。うん あのやるし、その近畿圏うん、うん、全体を俯瞰してみるような感じで、まあ、それは党の,あの、まあ、仕事というか、うんえー、ポジションとして、これからやっていくっていうことにはなるんですけども、そこで要はもっとこの、今回、大阪で中選挙、うん、大きい選挙やったのが初めてだったので、うんうん、やっぱりこう一生懸命やったんですけど、ボランティアさんをこうまとめていったりとかっていうところで、うん、ちょっとその至らない部分もたくさんあったんですね。 基地盤張るにしても、その組織作りみたいなことうん、うん、で、そこはその統一地方選もまた一緒にみんなでやることによって、強化されていくのかなっていうところが一つと、まあ要はボランティアさんというか、その周りの私たちは本当にスタッフとかがほとんどいなくって、うん、ボランティアさんの力だけでやってるので、そこの力、それぞれのスキルアップも含めて、あと統制の仕方ですよね。うんうん もそれも一つやし、うん、あとはやはりその街に出かけて、もっともっとこう名前と顔と政策と覚えてもらう、あっ、令和の八幡愛さんねっていうのを、ネットではわりと認知が上がってても、うん、やっぱ街で出ると全然、ね、うん、誰ですかみたいな感じなので、うんうん、そこはもっともっと、えー、いろんな人に会って、うん、周知をしていくことを、まあ、3年かけてやっていかないといとけないなと思ってますなるほど。あの令和って他ののの政党の中で一番優位性があるのは SNS とかインターネット上の広報は、が、うん、が一番即力があるるとされてるんですよね、うんはい、なので、例えばタアイというその名前と顔と制作を覚えてもらうという意味では、うん、例えば毎週あの、例えば僕なんかは毎週金曜日夜9時から生配信を毎,あの毎週続けてるんですけど、なんかそういう定期配信みたいなものはやられるんでしょうか。 そうですね。うん、あのー、先日、あのー、まあ、私のイベント的にね、うん、その子、本当だったら、あの、おしゃべり会、リアルな対面のおしゃべり会、うん、外線活動とかやりたいんですけど、こんだけコロナ広がってきてるので、うん、まあ、あの、オンラインを使ったイベント的な感じで、トークイベントみたいなのはしたんですけど、うん、やっぱりそういうのは、あの、大事ですよね。続けていく。うん、毎週何曜日、あ あの生配信の日だみたいなのを通して、うん、あ一回聞いてみようかなとか、うん、結構割と不定期でやることが多かったのでコンさんおっしゃったみたいに決めて週に回でもやっていくっていうのは大事かなって今話聞いて思いました。やっぱり YouTube 番組持っているというか、局を持っているのであれば、はいうん、もう短い動画でもスマホで撮って、ぱパッパンパ,ッパン上げていくみたいなのね。あーねもねいうのも、やっぱりね、はい、僕は令和新選組がこの後何十年にわたって勝っていこうとすれば、より若い人の票をどう取り込むかっていうの、課題になっていると思うんですよ。はい、SNS で強いってことは、やっぱり若い人の票をどう取るかだと思うので。 あのまあ、もちろん中高年やあの高齢者の方々の,、ね、あの共感や賛同も欲しいんですけど、あの若い人はやっぱりどこに入れていいか分からないから、うん、とりあえず自民みたいな、とりあえずビールみたいなね、はい、感覚で政党を選んでしまってたりする部分もあるので、でね、やっぱり自分の暮らしと政策っていうのは密着してるんだよと、つながってるんだよっていうことを教えるためにも、僕は17歳以下に向けてのアプローチっていうのを持った方がいいんじゃないかなっていう気がするんですよ。うんうん 例えば、はい、女子高生だけ、えー、集めた小さい集まりを、えーうん、生配信しても面白いんじゃないかなとまあギャルとか集めても面白いかなっていう気がするんですよ。うん、で彼らは政治が何をしててくれだから自分、ね、選挙演説ですごいもう喉から血が出そうなぐらい叫んでいても自分の暮らしとピンときてない子たちがすごく多いから。うんうんうん その子たちに例えば今何が困ってるとか何が辛いっていう話をヒアリングするような集まりでいいんですよ。で、うん、それって自助努力でできることだけどその限界ってあるよねって例えば時給をや、うん、でマックでバイトしたいけど時給上がんないよみたいなあそれって政治では最低賃金法っていうのがあるんだよとえマジですかみたいな話だと思うのね。だ、うん、だからそういうこうういいいいこななんだろうなああるる一つの属性ももギャルでもいいしあるいは オタクな男子集まれでもいいんだけどなんかその高校生ぐらいあるいは中学生も参加できるような、うん、ティーンズに向けてのなんか集まりをあの育てていくと彼らはやがて18歳になって参政権を持てるわけですよね。うん、で持てた時にやっぱり誰にあの投票するって言ったら消費税上げますって言って「やだよ!」って思うじゃないですか。 だからそうやってこう育てていくっていう、評伝を育てていくって方向っていうのは、どうなんですかねそうですね、いや、うん、もちろんそういう機会があればね、バンバンやりたいし、うん、あとは自分からこう、まあそうですね、呼びかけて、どれぐらい集まってくれるかっていうのもあるだろうし、うん、まあでも、実際、外宣活動をしてたら、うん、あの中学生が高校生が話しかけてくれるんですよね。<ー>あの 今日は持ってないあとやっぱり最近ほらブラック拘束とかっていうのもになってうん、うん、自分たちを縛っているものってこれおかしくないっていうのを声を上げて変えていくうん、うん、例えば署名を集めるなりうん、うん、そういったこうやって民主的に、うん、あの学校におかしいことはおかしいって訴えることができるんだっていうのがうっすら広まってきてるっていうのが、うん、ちょっと関心がある子も増えてる気がするんですよ。うん、その自分たたちの声を上げたら変える変ええれれれれるるおかしいこことがあれば変えれるんだって,でこれって結 結局政治と一緒じゃないですかそういう意味でこうあの自分たちの生活にあの落とし込んであの意識を変えていくとか、まあ、もうちょっと興味をもう一踏み込みしてもらって興味を持ってもらうというのはすごくいいことだと思うのでんかそういう、ね、取り組みはあのおっしゃる通りできてやっていければいいななんて思います、はい、あとはやっぱりね学園祭とか大学祭とかに、うん。<laughs> あのいつでも呼ばれたらいきますよみたいなことを、はい、愛さんの方から発信してもらえると、声かけやすいと思いますよ。ですよね。そうやっぱりこう女性で立候補するだけでも、まあ、いろんなものを背負ってるわけですよね、だってその選挙期間中、お仕事できないとかね、そ、うん、それこそね勉強も止まっちゃうしね、それこそね。 うんね、だから中にはそれこそ出産だったり小さい子がいて子育てがいて、はい、なかなか立候補ができないっていう、ねうん、人たちもいるしだからそういうだからある種の女の生き方の選択肢の一つとしてあの、はい、出馬するっていうことも僕はありだというのをねやっぱり一番大阪ではあの最年少の,あの立候補者だった愛さんが発信していくってすごく意味があることだと思ってて。うんはい やっぱり若いとそういう中高生とかも寄ってきてくれるじゃないですかには寄っていきませんよ <laughs> <laughs> まあだから一番ねあの私もよく最後の方、うん、終盤あの街頭演説を例えば大阪のファイ5の前とかやった時き本当若い子たちいっぱいなので、うん、あのいやもう一番あなたたちとちょっと一番年が近い候補者やからねっていう話をしたら、うん、ああそうなんやっていうので、うん、まあ関心は持ってくれてたので確かにそこで一番そのまあ 話を届けやすい、お姉ちゃんみたいな感じで捉えていただければいいですよね、アプローチの仕方としては。なんで、いずれまた出馬するのであれば、それを見越してってわけでもないんだけども、もともとタレントをされているので、僕はやっぱり、やわらかいグッズがいっぱい出てくると面白いのかなと、そのこと自体がファンになる入り口になるし、もちろん公式でも今、令和でも売ってるじゃないですか。メロディー給付金の T シャツ、最後の1枚買いましたよ。 あ、そうなんですか <laughs> <代> そんですねこうすごい丁寧なあのあの通販で電話かかってきて <laughs> 後ろのタグに多少1ミリぐらいちょっとかすれがあるんですけどとか言われてそんなの全然かまへん<れ>かまへんって言われありがとうございますまあなんでだからやわたいオリジナルグッズ公式であってもいいしあの、ね、今回の選挙でいろんな人がね可愛い,いイラスト描いてくれたりしたじゃないですか、はい、だからうん、うん、だからなんだろう賞状券フリーではないかもしれないけどあの連絡くれれば <laughs> あの承認しますよみたいなんなは八幡、うん、いで儲けてくださいみたいな感じで <laughs> 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 あのやってあげるとあのねあったのよいろいろ僕にも。僕はあのみんなでイラストか似顔絵イラスト描こうよっていうふうにブログで書いてやってたから、はい、多くの人がやり始めたんだけど <laughs> あのこれって肖像犬的にどうなんすかねみたいな。 T シャツ作りたいんだけど、うん、許してくれそうですかねとかで僕のところにあの問い合わせが来たりしてたんで、えー、だから立候補者まあそれはシードバサカとかもそうだけども、はい、立候補者自身があの,ちょあの肖像権に関しては問い合わせてくれれば、はい、あその絵柄だったら OK ですよとかうううんそうそうあの承認だけいつでもするのでできないものも中にあるかもしれないので。はい 一度連絡くれればあのどうぞどうぞっていうことが言えるかもしれないからぜひ屋台グッズ作ってくださいって言ってみるのもいいかもしれないとそうですると、ね、堂々と T シャツ作ったりとかして売れるからそういった形で応援っていうかまあ広げていただくですしね。 でね、よく河野<う>さんがおっしゃる前の,前の多分あの、うん、インタビューの時もおっしゃったんですけどやっぱ楽しみながらやらなあかんよねっていうのをねおっっししゃってましたもんねそうだから自分が絵描くの好きだったら絵描いたら,絵いたらええしんか演説の時にかわいい写真というか元気のある写真撮りたいと思ったらカメラマンになりたいと思ったらそういう写真撮ったらそう,、ね、そうそう AI、うん、さんだってすごい喜んでくれるよっていうようなアナウンスをしてたわけですよ。はい だから自分が楽しもうと思うとすごくいいものを作れるんでん、ね、実際にクリエイティブって、はいはい、うんうね。じゃそれをねどんどんあの公式 <laughs> グッズでもいいし。 あの、うん、ファングッズファンが自ら作って売るようなだからコミケでで売ってもいいんすすよ僕からすればそういうのがどんどん増えていくと「はい、やわたい」って「誰?」っていうところからスタートして「うん、いや令和から出てる最年少の女の子だよ」って「えマジですか?」って,ってえこんな可愛い子出てるんだ」みたいなことから入ってくれても僕はいいと思うんですよ。だってすごいあの制作についてはもう演説でわかりやすーく「おかん」も登場してねもう本当におかんの存在感すごくあって僕は大好きだって伝えて くださいもう本当にあの,ー、こ,の人この人のからおな出てきた人なんだなっていうのがよくわかるっていうそういうね、うん、こう八幡家全体のあったかみみたいなものも、あのーはい、今回かなり伝わってきたと思うんでうん、うん、あの別に政治家になるのは偉い人とかなんか金持っている人とかじゃなくてやっぱり自分たちと同じ目線で。はい 頑張ってる人に票を入れた方が長い目で見るといいんだよってことはね少しずつじんわりとだけども今回浸透してきたような気がしますよ。ただしその抵抗勢力的なものというあえて言う,言うけれどもやっぱり最初に 4, 4, 4, 4つの,あのなんてうかな、えー、と議席が、えー、パパンって埋まってしまうのは残念だけれどもやはりう統一教会だったりね 残念な、あのー、組織票っていうのがあるわけですよ。はいうん、であのすごいですよねここ先に特にそうだけど AI さんのツイートが。 宗教絡みの、もうこれ、どんなになっとんねんっていうね、本当に今こそだってそこ叩かないと、で私も、うんあのー、要はその政権与党とドイツたりとか、うん、まあ日本会議もそうですけども、うん、なんかそういうつながりがあるっていうのは、うっすら分かって、知ってたというか、何かでこう見聞きはしてたんですけど、うん、こんなにもずぶずぶだと思ってなくて。うんで どんかこうどんどんどん明るみになって、これはすごくいいことというか、これからの日本を考えていくときに、絶対僕はもう綺麗に一掃しないといけないタイミングだと思うんですよ、うん。だから そこは、えっと、癒着のあるような政治家をどんどんあぶり出して、改めていただかないといけないし、うん、でそれこそ別に自民に限らず、維新もつながってるだろうし、うん、で立憲民主あの、立憲の中にも何人かいらっしゃるということですから、うん、与党にも野党にも食い込んでるっていうところで、やっぱり怖い勢力だなと思うので、うん、まあ,ああいう、まあ、あれは宗教ではなく、あの反射だと私は思ってるので、しっかりとやっていかないといけないと。 思ってますそれはもうこれからの日本をもう政治の前の段階ですよね、政策とかの云々の前の話ですよね、うん、こことくっついたあかんやろっていうところは、うん、もっと怒りを持って、みんなで声を上げないといけないなと思ってますああのねあのね僕らは有権者なんですよね、あの、うん、議員との立場がなぜ違うのかって言ったら、国国国民主権ののなんですよねこの国は、はい、だから僕らがガー,ガー言わないと、政治が動かないですよね、うん、当たり前だけども。うんそう 僕らが宗教と政治が一つになっては困るのだと、うんうん、だってそうすると宗教が応援した議員しか受からないじゃんってなるとそう宗教をバックにできない人は負け続けることになってしまう、うん、それでいいんですかって話ですよね。 だからこれ、ね、統一教会だけをね叩こうとすると、うん、その次は創価学会なんじゃないかって言って公明党とかがね恐れなすんですよね結局まあ他にも例えば立証公正会だったり、まあはいろいろ宗教の教団あるんだけれども、はい、あの彼ら自身がまさか政教分離法なんか作るなよと思ってるはずですよ今の段階で。うん、だからこそあの政治家に対して僕ら有権者が。 いやっっぱり政教分離法作なんだったらあのあのかあの地方の、ね、票との一票の格差も今、裁判中なのでそれも合わせてね、あのうん、果たしてその統一教会票が集まった議員が受かってそれであの国会が、ね、運営されるなんて本当にそれでいいのってそうですね宗教の下駄を履かないと受からない人はもう当選を取り消すとかさ。 そのぐらいの司法判断があっても僕はいいなと思ってるんですよ。そのためには声を上げることですよね。そうです。だからおかしいことにはおかしいと。うん、で、別に、ね、私は宗教を全てなくせみたいなこうあのかあの、まあ、極端な発想は絶対なくて、うん、宗教をちゃんとした宗教法人を守っていくために、うん、そういうカルトみたいなやつを潰していかないといけないという考え方なので、しっかりそこを分けて、そうですね。な まあしっかりと自分の信念を持って宗教家だと思って活動している方も一生、一緒、うん、やっぱりオウムの時もそうですけど、うん、一緒にこたねして見ら,れ見られてしまって、うん、なんか宗教やから、カルトやからとかって、全然違うのに言われてしまったりとか、だからそれもあの不自由だなと思っていて、うん、だから、まあ、そのためには、もう海を出し切る、政治分離には3つのアプローチが僕は必要だと思っていて、うん、愛さんも書かれていたけれど、法人税をやっぱりある程度貸すと、一定規模の、うん。はい だって12人、20人なのちっちゃな宗教はちょっと置いとくとしてもある一定規模それが人数で規模やるのか事業規模で事業規模ってのは要するにあのビジネスですよお金のやり取りで切るのかそれはちょっとあ議論が必要だけど一定規模の大きい宗教団体に関しては、うん、え法人税を課すことによって収支をあのなんて公表させる。 うんうん、収支が見えないから、みんなどこまでがあだあのなんてグレーなのかわからないわけですよ、うんうん、どんな政治家にお金を渡したとかもわからないわけですよ、だから今、政治資金規正法で、一応政治家は、ねね、収支報告を総務省は、ね、ちゃんとさせるじゃないですか、はい、それと同じで、NPO ですらあのそういう査定を受けるわけですよ、税金を払ってるわけだから、宗教団体だけが逃れるのは、やっぱり時代に見合ってないだろうなと。 だから、その累進性を持たせるのか、のまあそこの議論は必要だう、うん、そ,うそうそう、議論を始めてもいいだろうなう、<え>法人税課税というのは一つのポイント、うんうん、でもう一つはですね、ま、もうあの何らかの形でそのあの、えーと、政治家が、えーうん、宗教団体の例えばイベントに出たとか、お金をもらったとか、そういうコンタクトがあったときは、すべて公開させるってことですよ、うんうん。それは知らなかったか知ってたかじゃなくて、うん、まあ少なくとも公開はさせると。 うんうん、それぐらいだからどの程度ズブズブなのか見えないじゃないですか公開してくれないと知らずにあの全然違う名前だから関連団体だと知らずに参加したとかさ言い訳がいっぱいあるじゃないですかだから全部公開させるって意味ですよ、うん、そういう意味では公開するっていう義務付けがまあ2番目だろうとあと3番目がね、うん、結構語られてないことだけれど宗教二世問題ってあるじゃないですか、はい、つまり親がどっぷり入信してるんで、うん 親が出産して子供ができると小さいうちからその宗教に親しみさせてしまうので、うん、気が付いたら右も左も分かんないうちに祈ってたとかね、うんうん、その宗教以外を信じ,させられ信じ込むっていうか信じるっていう発想すらないみたいなね,、うん、ねだからこうなると宗教団体にとっては持続可能な事業になるかもしれないけれど子供が親を裏切らないとあの宗教から抜け出せなくなっちゃって。うん で、はい、まあ、僕のも周りでも昔から創価学会の、と、あの、家、家に生まれちゃうと。あの、選挙の時に、同級生に電話がかかってきたりするわけですよ。<ー>ちょっと友達なくすんですよ。はい、やっぱり。そうですね、うん。ね、子供は別に、そんなにべったりね、その宗教に入ってないけど。親がとにかく手伝いなさいって言われたら、裏切りにくいんですよ。うん、だから、今、宗教二歳の子たちが、どうしても、それが重すぎるから。うん <laughs> もう親とか親族とかと縁を切って宗教から離れなきゃいけないっていうような今状態なので。うんはい 宗教二世問題に関してもやっぱりアプローチが必要だろうなと思いますね。おっしゃる通りだからまだまだね、これからだからさらにそのね、国政選挙があの、まあ、3年後ではないかと言われていますけども、また変わってくるかもしれないですよね。そ,ねその辺で海がどこまで出し切るのか分かんないですけど、うんうん、だから今、戦車がすごくうるさく騒ぎ立てると、それ、はい、こそ国葬が終わったあとぐらいから本格的に。あの 国会論戦が始まるときに野党がものすごく頑張ってくれればね、うん、のなんていうかな、その宗教絡みで当選するっていうのは言語道断であるとっていうもので、もうそれは選挙取り消しやと、うん、っていう声が延々続いていて、もう国会が紛糾してしまい、衆参、うん、同時選挙もやらない限りはもう収拾がつかなくなるとかね、うんうん、なんかそれぐらいこだわりを持ってやるには、やっぱり有権者の支持が必要なんですよ。 そうですね。うん、それ報道機関も同じです。<あ>うん、うん。こんなでたらめな選挙でね、あの。でたらめなこ、こく、こ、国会運営が行われるなんて、本当に恥ずかしいですよ。すね、日本人として。うん。うん、ね、えもうぜひ。うん、はい。 海を出し切って、選挙にね、うん、備えたいと思うんですが。はい。で、で、まあ、今日のね、動画の最後は、はい、とりあえず参院選が終わって。ええー、と、はい、これから、また、あの、元気よく、愛さん動いていただけると思うので。はい、あの、これまでね、支持してくれた方々に対して、まあ、一言、あの、最後にいただけますか。はい はい。うん、えーっと、このね、あの、コンサの番組を通して私のことを知っていただいて、応援くださった方もたくさんいらっしゃると思います。本当に、あの、皆様のおかげで、大阪選挙区で、11万767票を獲得することができました。あの、まだまだ議席獲得には遠かったんですけども、あの、これはまず、ね、あの、ステップというか、一歩として大事な一歩だと思いますので、ここからまだまだ諦めずに、あの、大阪を諦めずに、そしてこの日本を諦めずに、これからも活動を続けていきますので、どうか暖かく見守ってやってください。 今後ともよろしくお願いします。はい、ということで、あの、二回目の、あの出演でした、八幡さんでした、いろいろね、皆さん感想とか、コメントをね、書いていただけるとありがたいです。楽しみにしてます。ということで、あの、さんもよろしくです、皆さん。では、では、またですね、あいさん、またね。はい、ありがとうございます。また。はい。八幡さん、お疲れ様でした。ということで、いや、本当にね、あの、頑張ってほしいね。なぜ、あの、八幡さん金ねえから。 すごい大変でい<や>というわけでね、ええ、あのーうん、もう、まあ、八幡さんにぜひ、かんパっていう人はですね、かんパしてくれたら、矢田さんに送り届けさせていただきますよ。ね、うんまあ、ちなみにあのー、なんか、あの今さんが一部言い間違えてしまったんですよね、前半のとこの部分。こども庁のね、家庭をぶっ込んだ会議、去年12月にあったんだけど、その、うん、座長だったのは、加藤大信っていう、ちょっとあの間違いで言っちゃって、うんうん、加藤。 あの、正信さんですね。正信,勝信さんって書く、人ですね。なる,な,るなるほど、なるほど、なるほど。勝信って書くっですね。うん、まあ、なんでね。ね<で>あ<の>、この人もりか、山谷エリカも、二人とも統一教会から見ない。ええー、もう、顔面してお気持ち悪いよ、子供自国長だよ。もうん、そうなの。何なの、これ。うん、はあ。もう。まあね、まあ、八幡さん、何の支持母体も。持ってない。 けどまあ頑張っているっていうところの声がねもっともっと届いていくっていうことはすごくね、うんうん、あの今回のあの選挙でもわかるけどもとある統一、うん、ねあの特定の団体それは統一教会なのか連合なのかなんか分からんけど、うん、そういうところにねあ、うん、あのまあ、変に支持されてるとおかしくなっちゃうっていうことはねわかりましたよね。うん、っていうわけで、えー、今日はねたさんに出ていただきましたそして今さんも長いことインタビューしていただいて。うん 本当にありがとうございい、ます。いいね、はいそれではチャンネル登録といいねよろしくコンさんとあの八幡さんに乾杯よろしくね。じゃあねー。